にあってもほにみにはは、たまには頭ん中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。全力で来い。その程度か。そんなふうに。ええな、ピッコロ。あるな。さすがピッコロだ。オラもちょっと体がなまっちまったかな。そうやって余裕を見せているつもりか。
この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、強襲サイヤ人。頭ん中で強いやつと戦っててよ。強いやつ？ピッコロっちゅう強いやつだ。ピッコロさん、ずっと目はピッコロ大魔王っちゅうむっちゃくちゃ悪いやつだったけんどな。生まれ変わったピッコロはオラの知ってる中でもワクワクするほど一番強い。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕、戦うなんて怖いよ。おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でも、お母さんに怒られちゃうよ。ああ、いけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって父に頼まれてんだった。何がいるんだっけな。確か、お魚とリンゴだよ、父さん。ああ、そうだったな。じゃ、この辺にありそうなリンゴから探すとすっか。うん、僕探してくる。張り切ってんな、ご飯のやつ。切りすぎて転ぶんじゃねえぞ。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。お父さん、ここだよ。お、リンゴの木見つけたみてえだな。ご飯のやつどこまで探しに行ったかな。そんなに遠くまでは行ってねえはずだが。もう一つくれ。取っておくか。僕に任せて。楽しそうだな、ご飯。おいおい、あんまり遠くに行くなよ。はっ。やっ。これくれていいだろう。よく見つけてくれたな、ご飯。でもそうか、
疲れちまったか。あとは3。まずは釣り場に行かねえとな。うん、でもあまり早く歩かないでね。わかった、ちゃんとついてくんだぞ。ご飯ご飯。僕疲れちゃった。なんだしょうがねえな。じゃ父ちゃんが抱っこしてやっか。わーい、いよった。わーい、高い高い。もう元気になったんか。さては父ちゃんを騙したな。甘えやがってしょうがねえな。おめえは大きくなったら何になりてんだ。僕偉い学者さんになりたい。おめえ変わってんな。勉強教えんのは無理だけど、修行がしたくなったら父ちゃんがバッチリ着ててやっかな。僕戦うのやっぱり怖いよ。そういや、おめえ釣りは初めてだったな。うん、そうだよ。よし、ここなら釣れそうだな。でも、どうやって釣りするの？へへ、普通は釣り竿を使うけどな。おらがガキンチョの頃は尻尾で釣り？うん、尻尾で水の中で泳ぐ魚の動きや気配を感じ取れるし、慣れたらな。ほらもう尻尾がなくなっちまったけんどな。ブルマっちゅうやつにそのこと言ったら面白がって釣りを。そうなんだ。じゃ早速釣りやってみっか。じゃオラがガキンチョの頃やってたやり方教えてやっかな。この辺に釣れそうな場所があったはずだぞ。よし、もんで。やったね、お父さん。ああ、これならきっと父も食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。僕もちょっと。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。